ペペ。ペペ。よしよしよし。はい。今日はおやつ探しをあっちゃんにやってもらおうかなと思います。はい、こういうおもちゃを使う不定期というか利点。何よりも頭を使うんじゃないですか。うん、で結構犬ってやっぱ餌を食べる時間って楽しい時間なので、まあ、その時間を伸ばしてあげる。最近結構動画のコメントでよく言われるんですよ。切り分けてあげてください。いや、切り分けてあげることも全然できます、僕たち。でもなぜそれをしないのかっていうのが、動物たちにもちょっと頭を使ってもらったり、楽しいご飯の時間っていうのを伸ばすためにはどうしたらいいのかっていうのを考えた上で、僕たち動物に携わる仕事として、仕事としてやってます。はい。なので皆さんご理解よろしくお願いします。これも決していじめではないです。犬に対してこんなコメント来る来ますなんかした後のおやつのが絶対美味しいんですよ。待ってますね、はい、初めて渡すんですけど、これにこれ取れるんですよ、人参が。でその中に餌を入れて探してもらおうと。なんだこの中に餌があるのか。ペペ楽しいね。尻尾振ってる。振ってるペペ。はい。おお、頭使ってるぜ今。おお。匂いを嗅いでる。あれで？どこだどこだ？匂い嗅いでる。どこにあるどこにある。軽く。あ、お。おお、ペペ。さあ嗅覚を使いましょうペペ。お。おお。他のところは他のところ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 は他のところ探してみて、ここにもあるかもしれない。ちょっと人間が緩くなってきた。おお。行けベベ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 行け。おお。ベベ行こうベベ行こうベベ行こう。あるよあるよ。探して探して。おおおおおおお。これ大型犬で入らないね。入らないですよね。こうやって自分で餌を探そうとするのがこのおもちゃの目的。嗅覚を使って餌を取るから、いつもあげる餌の量でももっと長い時間楽しんでくれるんですよ。本当に難しいんだよね。やってみますか。ちょっとじゃあください、僕が隠すんで。はい、ちょっと俺は匂いだけでいくね。じゃあやっぱちょっとだって何個か入れてるんで匂い強いはずです。これおおはい、ここだけです。おまとめて入れました。まあ、やっぱこれはでも犬は匂いが残っててもあるところがすぐ分かる。ペペ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 ペ。もともとだってウサギ取りでしたっけ。巣穴に潜っていく狩猟犬。よしよし。あれリボンリボンあれリボンよしよし。はい、お上手すごい。天才リボン。他にあるかも。他にある。おお、今溶けたやつ。リボンあるかも他に。おお。リボンあるかも他に。リボン。リボンちゃん、あれ考えてますね。おおお。おお。ちょっと甘いかしら。上手。リボンちゃん上手。リボン他に。あ、おおすごい、自分でめっちゃ突っ込んでる。リボンあるかも他に。めっちゃ尻尾振ってる。楽しいんだな。絶対楽しがってますよね。リボンリボン、ほらここここリボン。リボンこっちこっち。
違う。お前ら。うわあ。わあ。よし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 。助けおら。そっちで来るの。助けまだ。まだあるよ。お前が取れよ。嘘。すっごい、はい、すっごいお嬢様だから。いいね。おお。おいしいおいしいね。おおおすごいじゃん、じゃつき。甘いすごいじゃん、すごいじゃん。つきがこんなに動くなんて珍しいですね。確かに。バイバイ。またね。まず登場。はい。おお。あ、普通に遊ぼうと思ってんのかな。普通に遊ぼうとしてる。え、持ってった。ゲッゴー、アンズゴー、アンズ。めっちゃ尻尾振ってる。あ、ちょ、遊び。ちょっと汗かいたが。アンズ、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 アンズ待て。あら、ちょっとアンズ待て。アンズ待て。はい、よし。アンズ、ゴー。さあ、嗅覚を使って。まあ、いつも下に隠すっていうあれですね。あ、もういいぞいいぞ、アンズいいぞ。裏から掘ろうとしてる。あ、落ちてる落ちてる落ちるぞ。逆に上手かも。まあまあこういう楽しみ方もできるおもちゃですね、これが。行こう、行ってこい。あっちの方がいい。はい、ちょうだい。おお、偉いね。ご褒美あげよう。アンズ持ってきて。アンズもう一個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 。おい、すごい。はい、ちょうだいちょうだい。はい、よしよし。はい、結論、ワンちゃんたちかわいい。でいいっすか。かわいい。もっとこれをワンちゃんたちがマスターするまで、たまにおやつの時間であげてください。終わりまーす。終わりまーす。バイバイ。えっ、戻りたい、開けて。